エルボー一撃です。ですね、前回お話しした、アームの大会をやるっていう話なんですけど、一応決まったことだけ、お伝えしたいと思います。ですね、日にちが一応9月の15日の日曜日に、愛川町の第1号公園体育館の剣道場で、行いたいと思います。でですね、非常にこいつと思う人も中にはいると思うので、アームレスリング大会というのは歌わずに、一応ガチワングランプリ2019第1回愛川町大会っていうことで、行おうかなと思ってます。ルールが、この間もお話しした通り、アームのルールでは、まあ、アームレスリングのルール、公式ルールを完全に採用するわけではないので、ここで一応決まったことだけ、ルールの、決めたことだけちょっとお話しさせていただくと、まあ、普通にこう構えます。で、本来であれば、こうショルダーだとか審判にこう直されますね。こうやってゴン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 直されますけれども、一応初心者に関しては、台をちゃんとつけて、まあ、怪我のないような安全なフォームでやっていただくんですけれども、それ以上の 初級以外の選手に関しては、ある程度こう体が台から離れた方が力の入る選手であったり、多少こう肩が片方だけ入ってて力の入る選手だったり、選手によって、まあ、自分もそうなんですけど、体のつながる位置っていうか一番強い位置が違うと思うので、できるだけ一番自分の強い位置でセットアップをしていただいて5を切るっていうのをまず一つ採用しようと思ってます。で、スタートに関しては、ちょっとなんだろうな、セットアップだとかにあまり時間をかけたくないもので、ホールドスタートで手首をここ固定して、まあこう入れていこうみたいな形でやろうと思っております。で、それ以外のセットアップに関しては、基本的に選手の体の方をゴン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 触らないような形で、まあ、決めていただいて、その形で棒を切ってもらうというような形でやりますので、よろしくお願いします。で、もう一つが、この間お話しした通りに、肘に関しては多少の肘浮き、まあ捕まえに行ったりでも浮き、釣りに行っても多少なりともこう肘がこう浮いてしまうことがあると思うので、それに関しては基本は取らないと。明らかに落ちてしまったものに関しては、まあ、ワンファールという形で取りますけれども、それ以外の関してはこう拮抗した状態でこう多少の肘浮きは取りません。あくまでもこう決着がつくまで試合を続行するというような形でやります。で、もう一つ、ストラップなんですけれども、ストラップは手が外れたら、手がもう外れたらこう下抜きでやってくる選手なんかもいると思うんですけれども、この下抜きで外れたものに関しても、基本は手が外れればストラップという形にしたいと思います。で、ストラップの巻く位置、まあこれストラップじゃないですけど、ストラップの巻く位置も選手に
聞きます。初級に関してはちょっとあまりよくわからないと思うので、中級以上の選手に関してはこう一番下の位置がいいっていう人もいればこう高い位置がいいっていう選手もいるし真ん中がいいっていう選手もいると思うので、それもうお互いにもう力の一番入る位置で、ストラップを巻いてやっていただこうかなと思っております。でストラップに関しては、以上ですね。でこの間もお話しした通り、完全決着をしていただくというような、だまああとはですね、であまあちょっと飛んちゃうから後にしよう。あとルール、まあちょっと今はっきり言えるのはそれぐらいで、レフリーに関しては副審はつけないで1人主審1名で、やろうかなと思ってます。ですからこう微妙なもので手外れたりだとか、ついたかついたかつかないのか分かんないのに関しては、勝敗をつけないで、もう主審がこう1人で見ていて、まあ、観客が皆さんが見ていて完全にああもうこっちの選手が勝ったな、こっちの選手が勝ったなっていうのが分かるような形でウィナーコールをしていただくというような形にします。でルールは一応まあ今のところ決めたのに関してはそんな感じで、ですね、基本的に反則、まあ、この間もお話しした通り、反則負けなし、ファール、まあ、勝ち負けをはっきりつけていただくというような形で、一応ですね、クラスに関しては、左右やります。で左右で、右が一応4クラス、大人ですね。あと左も同じように4クラスで、名称を一応仮なんですけれども、一番強い方から、化け物クラス、ゴリラクラス、つわものクラス、人間と4クラスで、プラス、小学生の低学年、高学年で中学、女子、高校生に関しては、人間一番下のクラスですね、そこに出ていただこうかなと思っております。で申し訳ない、エントリー費なんですけれども、ちょっといろいろありまして、左右で3000円で、小学生、中学生、高校生、女子に関しては無料でやろうかなと思っております。そんな感じですね。で一応メダルは、小学生から、出そうかなと思っております。であくまでも、僕の、オリジナルな、ルールに基づいて行うものなので、一応協会等々は関係なしで、やるというような形で行います。で試合形式も、本当に強い選手を決めたいという気持ちもあるし、まあ、個人的にも力と力の勝負を見たいっていうのもあるので、リーグ戦の、一応4人か5人か
か6人かちょっとわからないですけど、ブロックを組んで総当たりと。で、1人抜けか2人抜けか、ちょっとエントリー数が全く読めませんので、その来た人数にもよるかと思うんですけれども、一応1ブロックが、4人か5人で、行えればなと思ってます。で、予選は勝ち上がった人間で、決勝総当たりリーグで一番強い人を決めていただくと。なぜそれを採用したかというと、トーナメントだと、俺あの選手と相性いいけどブロックが違ったとか、トーナメントでね離れてたりしてたとかいうのがないように、総当たりで、本当に強い人を決めるというようなのを採用したいなと思って、総当たりリーグですから、ちょっと試合数の方がですね、非常にちょっと本当にね、人数が全く読めなくてどうしようかなっていう感じなんですけど、一応当日受付で本当に全く読めません。どのくらい来てくれるかも分かりませんので、全く手探りでやるような状態なので、臨機応変にその辺はやろうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。これを行うことによって、あとあとちょっとどうなるかっていうのを自分でもわからないんですが、基本的に、この台を使ってやります。ちょっとね、違う台も使うかもわからないんですけど、一応5、6台でこう円滑に総当たりでやるもので、ちょっと時間かかる可能性もあるので、短縮のために台数を増やしてフラットの状態の、この間もお話しした通り、選手が見やすく近くという形でできればなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。あとですね、本当に細かなものっていうか、ちゃんとしたものに関しては、出来上がり次第、ネット等々、あと、YouTube の方でも、ご説明させてもらえればなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。何しろ、初めてで何もわからないし、ルールも、なんだそのルールっていう人もね、中にはいると思いますけど、一応、自分がやってても面白いルールで、見てても面白いルールということで、今回こういった大会を、第1回大会としてやろうと思ってますので、できるだけ選手の皆さんというか、ちょっとでやってみようかなみたいなノリでもいいので、一応4クラス、大人の部ですね、4クラス、ありますので、ぜひぜひご参加の方よろしくお願いしたいと思います。ね、いろいろ行ってくる人なんかも多分じゃないな、絶対いると思いますけれども、それを踏まえた上で、自分の方でも、これを今回やることを決めたので、この間あいつこう言ってたけどやんねえじゃんみたいに思われるのも嫌だったので、もう即場所も取りましたので、よろしくお願いします。すいません、もう一回ちゃんとしたもの決まりましたら、ご報告の方させてもらいますので、よろしくお願いいたします。失礼します。ご視聴ありがとうございました。